大規模軍事演習が実施されている台湾で、民間空港を使った軍事訓練が行われました。台湾で最も利用客の多いこちらの空港、滑走路を一時封鎖した上で軍事訓練が行われます。フライトにも影響が出ています。今日の訓練では、中国軍を念頭に敵対勢力の空挺部隊による襲撃を阻止する作戦を想定しています。これは毎年実施されている大規模軍事演習の一環で、多くの国際路線が発着する桃園空港の使用は初めてです。フライトに影響が出る中で訓練を実施した背景には、中国軍の脅威の高まりがあり、台湾としては重要インフラの防護能力を向上させる意思を内外にアピールする狙いです。